この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は信用 2.0 という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。これは僕が人生で一番大事にしている信用をテーマにした唯一の本である。生きていく上で一番大切にすべきものは何か、そう聞かれたら僕は迷わず信用と答える。人生でもビジネスでも何より大事なのは信用だ。信用がない人のところにはお金も人もチャンスもやってこない。何かを成し遂げようと思っても信用がないと余計な労力がかかる。うまくいったとしても大した成功は得られないだろう。逆に信用がある人はたくさんの人から助けてもらうことができる。一人では成し遂げられないような大きなことも実現できる。信用があればやりたいことができる可能性が高くなる。何かに挑戦して成功する確率が高くなる。新しい世界が開ける。一言で言うと楽しく充実した人生を送ることができるというわけだ。逆に信用がなければそうした人生を送ることが難しくなる。そして大事なのは信用こそが最も貴重な資産だということだ。これに比べれば現金や株式、仮想通貨といった金融資産など取るに足りない。お金や知識が不足していても信用があればなんとかなる。だが逆はない。他のすべてを持ち合わせていても信用がなければ何かを成し遂げることは難しいし、たとえ成し遂げたとしても小さな成功しか得られない。人生でも仕事でもとにかく追い求めるべきものは信用である。人間性や知識や経験といった自分の無形資産を増やすこと、これが新時代の信用を得ていくための最善の方法である。人間性や知識や経験といった自分の無形資産を増やすこと。無形資産を増やすために何よりも必要なもの、それは自信だ。つまり目に見えない価値を自分が信用できているかが大切になる。自信がない人はそうした小さな成功体験に注意深く目を向けられていないだけである。勘違いしてはいけないが、成功とはみんなに認められる偉業ではない。自分なりに何か目標を定め、仮説を立ててそれに挑み成果を上げる、これが成功である。もしあなたの能力や人間性を評価してくれる人が現れて少しでもチャンスをくれたりしたら、絶対にそれを無駄にしてはいけない。実力以上の仕事こそ引き受けよう。やり方は後から考える。これからの時代、世の中で大きな成果を出していくのはどこかの学校や企業の出身者ではなく、自習した人になるだろう。自分で情報を探し、理解し、より早く行動に移した人が、より多くの成功と信用を手に入れる。やるかやらないか、それだけだ。
なかなか単純ではないが、しかしより大きな歴史の流れとしてお金の価値が下がっていくのは間違いのない事実だ。僕はこのことを以前からしつこく繰り返してきた。もはやお金に頼らなくても人の信用や物の価値を可視化することはできる。お金だけが唯一無二の価値基準ではなくなっていくのだ。では、自分時間を充実させるためにはどんな考え方が必要なのか。それは、打席に立つ回数を最大限に増やすということになるだろう。時間イコール人生を充実させるための秘訣。それは圧倒的な手数の多さである。すぐやる。次にうまくいかなかったらすぐやめる。そしてすぐまた別のことをやる。そしてうまくいったら飽きるまで何度もやる。このサイクルを高速で回していくしかない。その時に何よりも大事なのは、自分の時間を最大限に確保するということである。これからの時代、本気で信用を集めたいのなら、まずは徹底的に自分の時間を大切にし、徹底的に他人時間を尊重することだ。それが理解できず、他人時間を平気で踏みにじるような人間は、もはや誰からも信用されなくなるだろう。ノリがいいというと、なんだか軽い、シャライというイメージがつきまとうかもしれないが、僕が言いたいのは、目の前にあるチャンスに飛びつく力のことだ。そのままのあなたを受け入れてくれる人こそが本当の友人であり、本当にあなたのことを信用してくれている人なのではないだろうか。僕の知る限り、好き嫌いをはっきりさせる人はみんな信用されている。嫌なことは嫌だと言う。好きなものは好きだと言う。会いたくない人には会わない。会いたい人にだけ会う。しがらみにとらわれず、そうやって自分をしっかり持つことが、信用される人間になる第一歩になる。自分のことは自分でやらないと信用されないなんていうのは大間違いだ。自分でやる必要がないこと、自分でやると時間がかかりすぎること、自分でやりたくないことは思い切って人に任せる。あなたがやらなくてもいいことはもっと得意な人にやってもらえばいい。そしてその分の空いた時間を自分にしかできないことに使う。そうした方が信用を積み上げる近道になるのだ。例えば育児などはその典型ではないだろうか。お金を払って子育てをアウトソーシングすれば、親の時間や心にも余裕が生まれる。子供の面倒を見てくれるのは、親よりも圧倒的に経験豊富なその道のスペシャリストだ。親にとっても子供にとっても、こんないいことはないだろう。それでも子育てを自分で抱え込んでしまうのは、自分でやるべき精神論のせいであろう。自分でやるから信用されるという固定観念を捨てよう。周囲からの信用を生み出すためには、まず自分自身を信じていなければダメだ。だからまずは小さな成功を積み重ねて、自分に対する自信を持つことが大事になる。そして自信を持つためには、なるべく早く、なるべくたくさんのアクションを起こすことが必要になる。
失敗して落ち込むのは、それが二度とやりたくないことだから。ここは腑に落ちました。失敗して落ち込むのは、それが二度とやりたくないことだから。当たり前だが、やりたくないことをいやいややっても続かないし成功もしない。結果的に自信も信用もついてこないだろう。本当にそれをやり遂げたいのなら、あなたは寝る間も惜しんでそれに取り組めるはずだ。何度失敗しても、いくら試行錯誤することになっても、それほど苦にならないだろう。もちろん、モチベーションも簡単に維持できるから、それほど継続することも容易だ。面白いと思ったことには、どれだけでも時間をかけて、ひたすらやり続ければいい。そうすれば周囲の人たちはきっとあなたのことを信用したくなるはずだ。何よりずっと続けているという事実があなたに自信を与えてくれる。一度やると決めたら、周りがびっくりするくらい続けてみよう。もし大きな会社に所属することになったとしても、やはり自分個人の信用資産をいかに増やしていくかという意識が絶対に欠かせない。そのためにはやりたいことを自分で見つけ、チャレンジを繰り返し、小さくてもいいから成功体験を積み重ねていくことが必要だろう。いざという時に本当に必要なのはお金ではない。助けてくれる友人、知人だ。そしてその局面ではまさしくあなたの信用がものを言う。周りの人にこの人は助ける価値があると思ってもらえるなら、あなたはどんなことがあっても大丈夫だ。お金はどんどん使って面白い知識や楽しい体験に変えていくべきだ。そうやって人生を豊かにすることで、あなたの信用資産も膨らんでいく。僕はお金を貯め込まずに、どんどん経験に変えていったからこそ、信用資産をも多く持つ人たちと出会い、彼らからの信用を得ることができた。ここまで、資格取得の意味のなさを力説してきたが、あえて一つだけおすすめの資格を挙げるとすれば、それは簿記3級である。簿記、つまり会計の知識は、この資本主義の世界で生きていく上でのベースとなるヒントを与えてくれる。言ってみればビジネスの世界で生きていくための基礎教養がここに凝縮されているのである。ここでも大事なのは、そこで得られる知識であって資格そのものではないということだ。この点を忘れなければ、簿記の知識はビジネスでも人生でもいろんな局面において役に立ってくれるだろう。勉強に逃げるな。行動こそ成功への最短距離。僕は自分が好きなこと、ちょっとでも面白いと思ったことには片っ端から手を出していくようにしている。興味の赴くままに、後先考えることなく首を突っ込む。これが僕のマインドセットだ。僕は何事に対してもぜぜひひでしか考えていない。その発言をした人が権力を持っているかどうかとか、好きとか嫌いとか、そんなことはどうでもいい。僕が見ているのは発言の内容である。仲がいいとか悪いとか、
相手が好きとか嫌いとかに関係なく、事柄そのものだけをありのままに見つめて、いいものはいい、悪いものは悪いとはっきり言えるかどうか。遠慮とか忖度とか空気を読むとか、そういったことをすべて排除して、そこで語られていることが正しいのか間違っているのかを自分なりに判断できるかどうか。そうしたことが人の信用を決める。信用を高めたければ、誰が言っているかではなく、何を言っているかに目を向けることだ。そしてそこで言われていることに対して、本音を隠すことなく、率直に意見を言うことだ。最後に忘れないでほしいことがある。それは、信用は集めるだけでは意味がないということだ。お金が単なる手段であるのと同様、信用もまた一人ではできないことを成し遂げるための手段なのだ。もしあなたがこの本に書かれたことを実践して、より大きな信用を集めることができたなら、必ずそれを使ってほしい。みんなに信用されている自分に甘んじて守りに入ったりしないでほしい。今回は以上です。